そして高校記録を出したいという非常に力強い言葉がありましたが、ナンバーカードこちらは35番松田、そして地元静岡の山本、さらには4レーンの赤崎、こういったところが優勝争いを繰り広げそうです。このレースも素晴らしいスタートを見せることができるかどうか。6レーンの北風、風はほとんどありません。スタートしました、北風がいいスタート、その後山本のスタートもいい、そして4レーンの赤崎もいい、しかし北風が出てきた、北風リード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 、山本が追いつかない、北風が1着フィニッシュ、向かい風 0.2 メートル、タイムは11秒84、速報。北風が高校総体に続いてこの国体も 100m を制しました。小原さん、そうですね、やはり強いです ね、 低い姿勢で飛び出しましたね、まあ、非常にそのスタートから中間疾走に持っていくところ の、 その移行も上手くなりましたね。まあ、本人はスタートもそして後半の伸びも課題だという話をしていたんですが、まあ、非常に低い姿勢で行ってますね。からまだ頭が上がってきませんからね、もうこの辺りでリードしていますね、まあ、この辺りのピッチ非常に高いんですが、これが落ちませんからね、最後までね。小柄な体なんですが、この選手の一番いいところというのはどんなところなんですか。最後まで崩れないところですね、まあ、もちろんスタートはいいんですけども、後半の課題としていますと全くそのフォームが崩れないというところですね。なるほど、まあ、その他の選手も非常に力のある選手はいたんですが、もう体2つぐらい差をつけて、そうですね、今年は本当にいい選手揃っていましたね、はい、それでは北風選手のインタビューです。北風選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。今日もいいスタートでしたね。あ、はい自身としてはいかがだったんですか。自信は準決で11秒台出てたんで、自信はちょっとありました。これで高校総体に続いての優勝です、いかがですか。はい、ずっと日本ジュニアとインターハイと国体の3冠を取るのが目標だったんで、すごい嬉しいです。自信につながって来年にもまたつながるんじゃないでしょうか。はい抱負を一言お願いします。抱負はやっぱりもっと筋力アップとかつけて、来年にも日本代表とかそういう人たちと争えるように頑張りたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。北風選手のインタビューを聞いていただきましたが、いや小方さん、はい、まあ、本当に将来楽しみな、ね、楽しみですね、まあ、本当にこのまま怪我しないで順調に育てば、必ず日本のトップになれますね。まあ、ピッチが非常に速いですからね、まあ、この走り、あの今チャンピオンの新井元香さんに、はい、まあ、似たところがありますね。あ、そうですね、体は151センチと小さな体なんですが、その北風がこの少年女子 100m きました。タイムは11秒84です。惜しくも高校記録11秒62には届きませんでしたが、この北風が高校総体、少年女子共通のやり投げはこれから海老原の3投目です。1投目に 50m95 を出している海老原、吉田を追いかける海老原です。50m は超えてきます。ただ吉田の記録までは来ません。高校総体は肘の故障があって3位でした。ただ七種競技では優勝を果たしたこの吉田、本人は七種よりもやり投げで勝ちたかったという話をしていましたが、この国体でも吉田との勝負、 50m45、 3投目までで海老原の最もいい記録は 50m95 ということになります。小方さん、海老原についてはどういう印象を持っていらっしゃいますか。本当に助走